犬から見て料理男子ってどう思う？私あんまりなんかさ、その人が何かをしたりとか何かを好きとかそういうのに対して男子と女子を気にしたことがないよね。なんか性別のこと飾りやと思っとるから。でも好きなものがあるもの、ある？好きなことがあるっていうのは素敵なことやと思う。何にしても。犬って性格男っぽいよな。全然わからん、その表現。そのなんか、女らしいとか男らしいとかの境が全然わからん。何がどうなったら男らしくて、何がどうしたら女らしいんやろ。だってさ、それ言い出したらさ、もう女らしい性格の男の人がおったり、男らしい性格の女の人がおるんやったら、もうそれって別に性別らしさではなくないと思う。ただの性格じゃない。